ゆうまさんいなくなって、いつもこんな感じ。何をね、あ、え、なんで、なんで、何を、何、いや、ゆうまチャンネルをさ、もっとよくしていこうよ。そんな話したくない全然リアルだよ。したことねえけど。いや、俺はね、やっぱり熱い気持ちがあるよ。じゃなくて、自分のチャンネル伸ばしたいでしょ。え、自分のチャンネル伸ばしたいでしょ。言うな、言うな。ゆうまチャンネルよくしたいです。視聴し始めんじゃないよ。普通に喋れ。よくしたいですか、でも。よくしたいね。なんかやれることないかな。雑草食えよ。なんか挑戦してください、じゃあ。雑草、雑草みんなで食べる。あと食べる？雑草食べる。はい。ごめん、かわいこむっていうかダメなのよ。それはやれないのよ、そういうのは。え、ちゃんと天ぷらとかにしてたよ。あ、そうですか。とかね、煮汁抽出してポーションみたいなの作って、こいつが飲む方だよ。虫はダメなんだけど、俺、虫はちょっときついし。虫食は僕、一通り食べたことある。マジで？うん。感謝してる。虫いいじゃないですか、虫はさ。あと、虫はいいんですか？女か、お前。なんだそれ。食べなさい、あったとき。赤でピーヤ、ちょっと一言なんで。一言なんで。見てるだけで、傍観者でしょ。本当に俺もたまになって、あの、モッチのツイキャスとかさ、ユウマさんの生配信見てたとき、普通に一人の視聴者だったもんね。何してるあんたもなんかやりなさいよ。ここからもう変わるんですか、でも、カイダさんも。いや、そうよ、サトシ、よくわかる。なんかやっぱ感じる、僕から出てる気が。ゆうまチャンネルの目標あるんですか、大田さん。ゆうまチャンネルね、まあ、5000はもう行くんで。いや、かかとまってた。あ、本当に本当、ガチ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 。いや、だとしてもよ。下でやった、今上でやった。いや、上だよ。あ、上か。あ、その最大限、最小限の優しさがあるもんね。最小限、最小限の優しさ。優しいでしょ。そうそうそう、りょうちゃんに対するツッコミ、他の人の、うん、他の人とつくときよりもめちゃくちゃオーバーな動きしてんだけど、多分一番痛くないよね。優しい、優しいでしょ。痛いってことないの。痛いってことない。いや、でもね、そうそうそう、痛そうだけど。あ、本当？テクニックがあるんだよ。まあ、こっちもプロなんで受け身取ってるから。虐げられた。今までの人生。ゆうまさんとか慣れてないんだもんね。慣れてない。まあ、ゆうまは普通にやってる。ガンって。多分、ゆうまさんか。あいつもさ、暴力反対とか言って人のことをベンってやってくんじゃん。ベンってやられるか、パチンってやられるか。そうそうそう。やられたらね。パーンってめっちゃやるかも。やるよね。で、あともうなんか叩く以外も顔をずっと触り続ける。こうやって。そんなんやる。聞いてんの、あんたね。あ、やるやるやる。いや、うざいよね。イライラする。マウント取れるやつな。そう。ねえ。喋らせないやつ大事。うるさいハゲみたいな。ハゲてるけど。あったかね。いや、結構来てるんですよ。知ってました？ないですか？ちょっと頭下げて、神戸垂れて。あ、ハゲてるんですか？ハゲてんの、結構。もう、薄くなってきてる。あ、でもこれだとよくわかんない。濡らすとすごいよくわかんないけどね。あ、濡らすとね。もう、ほんと。いや、濡らすとそんなみんなハゲてる。ハゲてないわ、みんな。30代くらいになったら。ね、ハゲるよ。ハゲるよ。30代になったら。そうなの？いや、そうだ。だから、ゆうまチャンネルのリーダーみたいな。戻すな、なんだよ、ユーマちゃん。今後のユーマチャンネル話そうって迷ってんじゃねえよ。言ってんのに、待って、ちゃんちゃん言えるからさ。じゃないし。いや、年内、年内、ぶっちゃけ数字でいこうよ、数字。目標数字。いつからお前のチャンネル。いや、みんなやっぱ、みんなね、それぞれやっぱり、キャラクターあるからさ。確かに、今すごいいいですよね。なんかいい感じになりましたよね。うん、モッチーとかも大人気でしょ。あんたがね、のほほんとね、このね、自粛期間ね、何の意味もない生活してる間ね、僕らはね、必死にね、このお店のために頑張ってきたのよ。そういう意見もありますね。他に何があんだよ。他に何があんだよ。あ、でも編集やってるもんね、今ね。あ、そう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 。あ、何本かね。何本かね。何本かやらせてもらう。あれなんだっけ、やってよ。ん？やってよ、あいつ最初の、自分のチャンネルの。海音くん、一応ね、ちょっと今迷ってるのは、海音くんもやってる、海音くんやってるんだけど、あれは海田亮太、芸名は海田亮太なのよ、本名で。それ、同一人物でいいんかな。あー、だから梶原さんと梶作みたいな。
なんか海運くんって名前すごい嫌な感じ。もう一つ、いやでも相当ね悩んだんですよね。大人3人集まってね。あ、そうなの、うん、いやな、そんな悩んでないです。俺が一番ね、カイラゲってやっぱ分かりづらいってなって、まあリョータでもよかったんですけどね。うん、でも一人で自分のことリョータって言ってるのもなんかあれですよね。どうリョータですもんね。 あともう一つあったじゃないですか、海運。何海運、海運キッドってやつ。海運キッド、いや、あのね、バンドして、いや、いや、それは一番やばい。痛いぐらいがいいかなと。ガイドキッドとか、いやいや、痛いぐらいがいいかなって。あんたね、あの、綺麗にしても痛いからガイドキッドっていうのもやばいね。ガイドキッド、それちょっと見たくないよね、もう名前で見たくない。めちゃめちゃいい、僕のチャンネルはいいのよ、だから。ゆうまチャンネルだよ。これゆうまチャンネルだから、挨拶してって。だから、あ、ガイドキッドね、それやったら、あ、じゃあやりますね。皆さんこんにちは、海運くんです。右よし左よし運勢よし。それでは皆さん海運スタート。あんた本当何やっても同じテンション本当にずっと思ってんだけどさ、メリハリがない。でも酔っ払ってきた時とかさ、なんか語尾がさ、最後こう何、知り上がりのテンションでわーっていうのがさ、うん、思んない。一辺と声を張ってるだけで、あ、それしか習ってないのよ。人のせいにしないで。あ、そうか、自分でそう学びに行ってない。そうそうそう。そりゃそうだね、うん、いや、若い、ちょっとじゃあいろんなバリエーション作っていきますよ。それはそれでね、そうですね。やっぱりょうちゃんのネタで一番面白いドラゴンボールじゃない？あ、でもそれね、知らない。あ、ちょ、見せてあげて。いや、だめやな。できるだけ我慢してもらっていいですか？できるだけ我慢、ちょっとイントロから。え、じゃあ、え、Pに見せた方がいいの？そう、Pやんさんで、笑わん、あ、まあこっちにやったんですけど。じゃあ、Pに、じゃあ、なんかね、うん、おすすめ。おすすめ、一番りょうたの中で笑ってはいけない回路でやりましょう。笑っちゃいけない、はい、じゃあ笑っちゃいけない、できるだけ。じゃあ僕らは笑わないでしょ。いきますよ、じゃあ2人に向けてやっちゃう。はい、もうさ、笑っちゃいけないって言われて笑ってるし。りょうたのパワーじゃないの。フェードロー、フェードロー、階段りょうたのショート笑い、ドラゴンボール、テレテテレ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 テテ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 テチャ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 手に入れたけどどうでもよかった。面白かった面白かった。どういうことしょうもないね。でもまあ、モッチーだったら楽しみたいんで。いや、まあ、一番面白いと思う。あんたのネタの中で、ね、どんだけないのか。そうそう、どんだけないのか、ほんと乏しいよね。いろいろ乏しい。何年やって、芸歴何年ですか？芸歴がだから今年で5年目かな。ショートお笑い何個ネタあるんですか？ショートお笑いはね、マジピンキリで言っていたら100個ある。ちょっとやってよ、そんな。いや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 、3つぐらいしか知らないよ。あ、ピンキリって言いましたけど、あの、何、100個中ピンはもう1つ1つで、あと全部キリです。じゃあキリやって。あ、いいですか、こんなんでもキリ1個ちょっとやってみましょう。キリじゃあやろうか。100個あるでしょ。うん、あ、これはもう生配信で1回やったかな。量と100名ですよ。迷わないとできないの？覚えてないの？覚えたいの、アウトプットができないんだよな。だって練習しろよ。芸人だろうがよ。だ舞台とか生放送向きじゃないのよ。じゃやってよ、じゃ3つぐらい連続では3つ3つ、いや100個あるでしょ。100個あるけど 3% よ。3つ連続で、ちょっと2つ、え、1つ浮かばないよ。待って、じゃあ2つやって、とりあえず2つやればいい、うん、適当に、はい、もう練習だと思って、うん、皆さんからね指導いただいて。じゃあ一発ギャグ、野球。初めて。さあ、バッター打った、おっとポップフライがショートに上がった、ショートショートショート、レフトレフトレフト、ポテンヒット。ってどういうこと？ショート笑い、ドラえもん。どういうこと？怖っ。おい、スネ夫、最近作ったネタじゃねえかよ。お前、あ、スネ夫じゃなくてのび太かよ。ごめんね、スネ夫じゃなくて。
最近のやつじゃねえかよ、それよ。なんでおかしいぞ芸人が一発屋が面白くないって若い人やってんだよ、頑張って。それをなんでおかしいぞもう一発だけいいっすか。もう一発だ、知らないネタ見たいよね、ちゃんと。ああ、そういうこと。ちゃんとしたらやってよ。ちょっと待ってよ。ああ、じゃあこれはね、まあいいや、やりましょう。いきます。ペドロ階段の一発ギャグ。ギリギリでいつも息してるから、でも面白かったよね、今の。面白かった、シンプルで。シンプルでよかった。なんか面白かった、一番良かったよ。いいんじゃないの、ギリギリいつも息してるもんね、本当にね。リアルにしてます。よかった、よかった、よかった、こればっかですね、今後は。こればっかですよ。100個のネタ、今度ちょっと順番に全部見せてって。今度大丈夫。30分耐久ね、階段のショートコントみたい。ショートコントじゃないか、一発ギャグね。一発ギャグ、帰られなくなった人が退出してくるっていう。解決会みたいにお金入れてくるんですか、100円とか。笑ったら100円入れてくる。あ、いいね。あ、それだったらいいじゃん、やれるわ。で、お金もらっていいですよ。あ、本当に。やろうよ。いや、いいのよ、だからね。まあ、もうゆうまチャンネルの話をします。まだやんのもういいって。なんかあるんですか、ゆうまチャンネル。そう、なんかあるんですか。僕はね、一つちょっと決めてるんですよ、目標。急に年内にね、登録者数1万人。うん、これはね、僕は狙ってるのよ。あんたが狙ってるの。俺が狙ってんだよ。いつから。いつから狙ってんの。この間か。ほんと、張り出すぞ、サブだ。いや、どうなの、サブちゃん。リアルな目標みたいなのあんの。1万行きたいですよね。まあでも1万は視野ですよね。うん、視野入ってる。1万行っちゃえば来年だってもっと目指せる、10万とか目指せるわけですから。ちょっと乗っちゃえばね、一気に行く可能性は全然あるんで。なるほどね。で、海田さんが出るようになったんで、サインかかるってことです。なるほど。呼ばれてよかったでしょ。うん、ありがとうございます。え、いや、ありがたいと思ってますよ。それはもっちに感謝。感謝。何ですか今。なんかいいレッスンでしたね今。よかったよかった。こんな感じしとこう。こんなんでいい。こんなんでいいですかね。じゃあちょっと締めの挨拶をちょっとひょうちゃんして。あれ思い出んでんだよな、いろいろ言うちゃんの人。いや、だからいい、なんでもいい。なんでもいい。なんかこれからあなたがさ、あ、そうか、いない時だ。リーダーの時間かな。リーダーの時間、ゆうまさんのついてきてよ。それでは本日はゆうまチャンネル以上ということで、面白かったという方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。あと、ツイッター、インスタグラム、VTuber、 TikTok やってるんで、よかったら ゆう防戦まで検索してくれれば出てくるんで、よろしくお願いします。ね、じゃあみんな最後は笑顔でありがとうございます。また会いましょう。本当に終わらせるの。ちょっと待って、モノマネしてんすか。モノマネしてんのそれね。やばい、鳥肌なんだけど。え、本当に言ってるそれ。ゆうまさんのモノマネはしてないよ。ちょっとしてない。本当ですか。なんかちょっと辛くなってきてない、なんか今。ゆうまさんのモノマネ、意気込みを言って最後またね。あ、それまたねしたかったの。あ、それこ、それでいいの。なんなん、なんか最後の分かったって。じゃあ意気込みね。じゃあ、皆さん、これからもですね、ゆうまチャンネルと一緒に皆さんも楽しんでいただけたら僕たちも嬉しいでーす。嬉しい拳銃パンパンパン。ということで、なんだよ。いいでしょ。じゃあね、またみんなね、元気よくみんなと会えるように約束しましょう。じゃあみんなまた会いましょう。約束だよ。終わりできないじゃん、ずっとやってくんないと。約束だよだよ。約束だよ。
いや、バイバイって言ってまたねって、そしたらもう手振るからもう早していや、約束だよ、やってくんない、やんないよ、わかったよ、じゃあ俺だけやるよ、じゃあまたみんな、またやり直すのまたみんな会いましょう、約束だよ、バイバーイ哈哈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